珍しく久々に家族4人でお出かけをしたいと思います。はい、どこに連れてってくれるんですか？アドベンチャーワールドです。アドベンチャーワールドって知ってますか？はい、皆さん、アドベンチャーワールドっていうのは、うん、和歌山にあるサファリパークと遊園地が合体したような。あとイルカショーもあったりするらしい。イルカショーもあります。そう、はい、ちょっと子供たちなかなか夏休み試合があったりで遊びに連れて行けてなかったんで、ちょっと夏最後とかもう終わりだけ、ね、終わってるけどね。でなんとパンダがいます。パンダが4頭います。4頭ってやばいよ。上野動物園でパンダ見ようと思ったら3時間はかかります。うん、3時間並びます。見れても一瞬です。うん、アドベンチャーワールドはもうコーヒー飲みながらゆっくりパンダ見れます。っていうところにちょっと連れて行って、たまにはなんかいつもこう夫婦喧嘩とかそういうギスギスした動画だから、今日はほのぼのチャンネルで行きたいと。平和に行きましょう。もうピースに行きましょう。ピースに、ピースってキモいんだけど言い方古くね、はい、古くね言い方、古いとかねえから古いとかねえから。あ、そうか、了解。じゃということで動画を回していくので最後までよかったら見てください。ジャスティス！たまちゃん、パンダのお店ついた行こう。イエーイ。抱っこじゃないよ、歩こう。酔っ払ってんの？怖い。パンダ？やばくない？めっちゃ近くにいる。こうやって寝てるの？うん、祭りみたいだね。パンダの肛門見てる。パンダの肛門。足、足、うん、足。キモいよね。レトルトの速さでさ。レトルトの速さとか言う。レトルトの速さで草とか。まーちゃん、これ何？パンダカレー？いいでしょ。いいことない。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとう。モナがあるの？うん。うわ、これ食べれる？自分で。体の色は茶色で、まずは渦巻き型の。なんで見てないの？こっちから。なんで逃げるの？そこなの？気になるのはそこなの？逃げれるでしょ。この柵とか。こんぐらいしたら。祭り。目立たないで。鼻くそほじるのやめなさい。鼻くそ。泣かされてる。でもちゃんと待ってる。ペンギンのが賢そうだよ、ゆうたくんより。もう一回やって、まーちゃん。パチパチパチやってみて。パチパチやる。何も起き。中1童貞、彼女歴ずっといない。イルカを見て黄昏中。昔彼女いたんですけど、その彼女からは朝ごはん食べてくるねーからもう3年経ってますね、連絡が返ってこずね。もう何時間いる、ここに。イルカのところにもう1時間ぐらいいるよね。うん、一生イルカを見て黄昏れてんだけど、あの童貞。お友達よかったからね。いい子なんだよね。イルカくらいしか友達おらへんのちゃうかなって。はい、
さつきくんも。さつきくんお父さんですか。俺、うん、俺はうん、そう。寂しそうな背中してるでしょ。いつもありがとう。登録ボタンだよ。君ならできるさ。